2007年の横浜ベイスターズでは2007年の横浜ベイスターズの動向をまとめる。この年の横浜ベイスターズは2回目の大谷秋彦監督体制の1年目のシーズンである。前年の再開転落を受け、1996年から2年間監督を務めた大谷秋彦が10年ぶりに監督再登板。大谷はコーチ陣を 広田澄夫ヘッドコーチ以外 OB で固め、今年は再開を脱出すると宣言。大谷新監督は1998年の優勝メンバーが高齢化している現状を鑑み、就任後に巨人から西俊久をソフトバンクから寺原隼人をそれぞれ交換トレードで獲得してシーズンに臨んだ。大谷監督1年目は前年2位の阪神が開幕から不調だったこともあり、 一度は2位に立つなど検討。しかし、後半戦以降は、投打ともに息切れ。ペナントは、巨人、中日、阪神の三つどもいとなり、CS 争いから脱落。A クラス入りが絶望になったチームは、勝率5割前後で踏みとどまり10月9日の対、ヤクルト最終戦に勝てば2001年以来6年ぶりの、勝率5割だったが3対4で敗戦。 最終的に5割復帰はならなかったが、前年の再開から借金を1にとどめ、大谷監督の1年目は順調なスタートを切った。投手陣は、遺跡1年目の寺原が12勝で、エースにのし上がり、ベテラン三浦大介も10勝ながら、防御率4位に入り、巨人から遺跡の工藤君康もチーム3位の7勝を上げて、再開脱出に貢献しチーム防御率4.01。 のリーグ4位。打撃陣は、村田修一が36本塁打で、念願の本塁打を獲得し、吉村祐希が、チーム2位の24本塁打、ベテランの西、金城達彦、内川誠一などもそれなりの成績を残して、チーム本塁打は124本でリーグ4位ながら、チーム打率、265でリーグ3位となった。 カード別成績では優勝の巨人に8勝16敗で負け越したものの2位中日には13勝11敗で勝ち越し3位阪神にも10勝14敗と検討した。ありがとうございます。